軽井沢は自然が豊かだから人混みを避けて観光できるよね。ということで今日私たちがおすすめする快適に観光できるスポットをご紹介したいと思います。ぜひご覧ください。皆さんこんにちは、桜井太斗です。ゆうこです。当チャンネルは長野県の観光、地方移住、軽井沢の生活についてお送りしています。チャンネル登録もお待ちしております。ということで今回の動画では我々がおすすめする軽井沢で快適に観光できるっていう視点でいくつか観光名所とかスポットを選んでみたんだけれども、はい、以前ねトリップアドバイザーっていう旅行サイトのランキングで人気なスポットをご紹介したんだけど、今回は私たちが軽井沢に住んでいる人たちからの目線で皆様にご紹介したいと思います。まず一つ目が、白糸の滝ですね。こちらは神秘の滝っていう風にも呼ばれていて、不思議なね形をしてるんだよね。いわゆる滝をイメージしていくと随分違った形をしています。これは何だろう、浅間山に浅間山からのこう水系って形なんだけども、なんていうか岩肌の間からこう水がこう出ているっていう、なんか湧き水が一箇所じゃなくてもう滝のようにこう無数の箇所に、しかもね全部同じ位置というか高さが同じなので、これはなんか一回は見といた方がいいかなっていうふうに思うよね。あとは風もすごく気持ちがいいし、緑もねすごく豊かなので、ドライブにもおすすめで、白糸ハイウェイかな、を通っていくんですが、そこもね楽しめるので、マイナスイオンをたっぷり浴びてリラックスしていただきたいなと思います。あとまあいくつかポイントがあるんだけども、ここは上信越国立公園の一部でもあるということかな、なので、貴重な、植物だったりとか、植生が結構豊かっていうところもポイント で、実はこの上信越国立公園って結構でかくて、大きいよね敷地がね。白根山の方も確か上信越国立公園だったのかな。そうなんだ、上信越だからさ、越までこうかかってるぐらいの大きさなんだけれども、それの一番東側にあたるのが白糸の滝ということで、他にポイントがあるとすると、冬でも凍らないっていうのがあるのかな。あ、そうだね、水温がさ、結局一回山の中を通ってろ過された水じゃないですか、だからそこから出始めてるから、多分ね地熱とかで凍らないっていうのがあると思うんだよ。この白糸の滝観光っていうのもイベントとかをやっていて、イルミネーションっていうのがあったりとか、これもなんかね結構気合が入ってて藻を清掃するんだってちゃんと。あと国立公園だから、いわゆるそういう電飾とかを使うわけじゃないですか、それがこう生態系に影響を与えないように調査をしたりだったりとか、結構ね手が込んでるので、機会があればぜひ見てみてください。はい、2つ目におすすめなのがタリア線ですね。タリア線は塩沢湖が、ある、なんていうの、ちょっとテーマパークっていうのかな、お子さんとかちょっと大人も楽しめる遊具みたいなのがあったりとか、有名な別荘建築を移築してあったりだとか、あとはねその湖自体もある程度大きさがあるので、カモさんが来てたりとか、塩沢湖は人工の湖なんだけども、結構その周りにいろいろなアクティビティがあって、スカイサイクルとか、あとはアーチェリーだったりとか、家族向けだと結構時間過ごせるかなっていう感じかな。あと例えば5月とかになるとバラのシーズンなので、ちょっとバラ園がねすごい綺麗だったりとか、そういう季節のお花も楽しめるようになっているので、大人もお子さんも一緒に楽しめる場所かなと思います。あとはハンバーガー屋さんかな、18号沿いに、お店があって、その後旧軽井沢でその姉妹店として軽井沢ハンバーガーカンパニーだったかな、ハンバーガーカンパニーかな、ちょっと詳しくは多分この辺り字幕で出してると思うんだけれども、そこのハンバーガーもね、信州牛を使ったハンバーガーということなんで、ぜひ食べてみてください。はい、3つ目におすすめスポットとして挙げるのは、レイクガーデンです。もちろん、バラっていうのもすごく人気で、確かにすごい数のバラがこう植えられているんだけれども、それだけじゃなくて、例えばこの
浅間山麓ならではの植生、例えば浅間風呂だったりとか、その貴重なお花が四季折々に咲いているので、うん、いつ行っても割と楽しめるガーデンかなと思います。こちらは実はレイクニュータウンという別荘地の中にあるんだよね、うん、でこのレイクガーデンの中にもいくつか飲食店はレストランだったりとか、うん、カフェだったりとかあって、そうそうそう、で外に出てもレイクニュータウンという別荘地の中で、また新しくどんどんお店が今できているというような状況なので、はい、うん、今ね結構熱いスポットになってると思うので、うん、ぜひ興味ある方はね行ってみてください。はい、娘が離れ山、これはまあ、観光施設というわけではないんだけれども、まあ、駅前から見えるもうテーブルマウンテンと言われる、ちょっと不思議な形のね山なんだけど、こちらは実はトレッキングできるっていうことで、はい、結構なんだろう、犬を連れてトレッキングされる方もいるって聞いたかな。そんなに登山っていう言うほどの登山でもないんだけど、まあ、片道1時間ぐらいの感じで割と軽めなので、うん、まあちょっと散歩よりは強度高い、登るからまあ強度高いけど、うんうん、まあ、トレッキングみたいな感じなのかな、うん、まあトレッキングシューズじゃなくてもスニーカーでも行ける感じ。全然行けると思います。我々多分スニーカーだったっけ、スニーカーで行った、登山靴った登山靴まだ持ってなくて、あ、そスニーカーで行ったね、うん、行けるぐらいなので、まあ気軽に散歩して、うん、まあ半日ぐらいあればね、うん、休憩考えても十分なので、うん、ビール食べて、はい、行ければと思います。本当に眺めが良くて、軽井沢の街をね見下ろせるような良い眺望があるので、うん、ぜひ行ってみてください。あとは頂上はちょっと狭いのでそこだけ注意。そうだね、コンクリート固めされてるんだけどちょっと狭いので、うんうんうん、登って眺めを楽しんだら、まあ、降りるっていう感じぐらいがいいかもしれないですね、うん。5つ目、最後のおすすめがライジングフィールドです。こちらは、キャンプ場なのかな、うん、まあ、軽井沢駅から車で10分くらい三笠ホテルの方に登っていくとあるところなんだけれども、うん、まあ、キャンプ場もやってるし、あとここで有名なのはアスレチックがあるんですよ。お、多分高さでいくと4階建てくらいの、うん、建物に相当するぐらい結構高くて、それは結構の高さだね。ちゃんとハーネスっていう、こうなんだろう、落下防止の安全装置をつけたりとか、うん、まあ、そういう結構本格的なところです、うん、じゃあ大人も楽しめる感じなのかな。はい、だからホームページによると、最年少挑戦者2歳、最年長が76歳ということなので、じゃあみんな楽しめるような、うん、ね、まあ、アスレチックであるけども結構安全に遊べるという感じかな、うん。あとはね、このオーナーの森さんが、まあ、面識なんだけどもかなりいい人で、うん、最近はね感染症対策とかもすごいしっかりしていて、うん、まあ、消毒液だけじゃなくて検温などもしてたりするので、まあ、そういった意味でも安心して遊べる施設なのかなというふうに思います。今日は私たちがおすすめするゆったりと観光できるスポットをご紹介しました。ご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいねと思ったらぜひ高評価ボタンをお願いします。チャンネル登録もお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。